中島さん、静かに大物を狙います。中島さんにヒットしました。ラインがどんどん送り出されていきます。来たよ。このロッドのしなり、大物が期待できます。見てください、このサイズ。ジェット噴射のパワーも桁外れです。足元で最後の抵抗をするイカ、油断はできません。見事、両型のイカを釣りました。この大物、どのように釣ったのか聞いてみましょう。沖の細かい根が点在してる間で、さっきまでちょっと魚に切られてたんで、もう縦の動きだけで。あ、縦の。はい。エギの方が 4.0 ですね。うん、DRV のスロー。で、ロッドが新しい98です。インターライン。インターライン。で、リールはバランス考えて 2500R セル程度のハイパーですね。重量的にはロッドバランス重くなるんですけど、うん、持った時に軽く感じる。なるほどね。一応そういう設定でやってます。これが奄美の春イカ、巨大です。